さてさて、今日はすごい日付ですよ。2月22というですね、日付です。はい、おはようございます。よいしょ。さあ、今日もやっていきましょう。船橋です。すいません、今日もマスクでね、ノロウイルスじゃない、あのコロナウイルスがすごいですね、猛威を振るっちゃってまして、今日はちょっと腹を決めて、ね、打ってやりたいと思います。こっちにしよう。はい、取れた。凱旋です。はい、今日はユニバカで行きたいと思います。はい、はい、おはようございます。肉まん係長です。さあ、今日は凱旋行きたいと思います。久しぶりの船橋の凱旋ですけど、ですね、まあ、2月22日という日付なんですけども、まあゾロ目だからなんだっていうことはそんなにないんですけどね、前日が強い日の翌日で、まあその、ね、末とか変更を狙いで、ね、毎回こう立ち回っているわけで、ね、それプラスアルファその2が3つニャンニャンニャンなんていうね、猫の日なんていうこともかかっていたりしたら、もしかしたら、ね、この第一プラザさんのグループ、あのイメージキャラクターみたいなのがあって、一プラ君っていうのがいるんですけど、ね、猫なんですよね、あれあるんじゃないですか、猫の日激アツ説で。あと凱旋をちょっと打つ機会がちょっと少なくて、なかなかね、他の機種もいろいろ打ってると凱旋に触る回数がちょっと最近少ないんで、あんまりあのいかつい動画がね出せてませんので、今日はよかったらね、ドット7発ぐらい引いてもらって神回になってくれればいいななんて、そんな思いです。モードアップした。290の右上がりからなんか出目がまあ煽られてまして、305ゲームでモードアップ、さらにこれでステージ上がってくれたりはないんかいと。非常に演出がいいです。チューリップを305に引いてからもう35ゲームですけど、ボードが上がって、そして刺しているなんていうことでしょうか。ドーン、そういうことでした。おう、33V です。そんなねえ、じらしきました。2回目。はい、349。そういうことです。さあ、天国。いや、モードアップがねラッキーでしたね。2セット目、200枚、何も起こせずです。うわー、下手くそ。536枚です、はい、さあ、裏でねループ持ってませんでしょうか。すごくなさそうです。なさそうな出目。ありませんでした。あー、残念。まあ536、まあ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 、とりあえず出だしとしては良かったですね。いいんですよ、ここからもう一回やり直しです。まあ、隣も謎当たりしているのがちょっと気になるんですけど、今日は設定あるのかな。昨日前日が強いからそこまでね
設定使うとかって難しいと思うんですけど、すぐ満杯出ちゃうんで船橋の凱旋、私は出してないですけど。うわー、さあさっきのリップ風と今中段キナダ111ゲーム、これはもうステチェン必死ね、ステチェンしてもらってとりあえず。これで12ゲーム、はい、中段キナナボード上がってたね、来ない、来ませんでした。まあ今準備かね、そこらで中段キナナ来て刺しちゃったと。でも今モードが良くてもいいんですけどね、なんか出目悪いですね。あー、またもう駆け抜け、きつー。はい、キナナたくさん取れました、ナメコジャチ。もう一個キナナ取ってね、なんとかなんとかしましょう。あ、三連。ドキッとすんね。はい。もう一個だろ。お願いします。よいしょ。いない。いない。なんでやね。いらんよ。汚い。やり方汚い。当たっといて、当たっといて。あ、はい、ありませんでした。単発。さあ、キナナ3連と中段キナナとチューリップ。当たっといてや、なんか。取っちゃうんだね。サンキュー。何か分かりません。カモン。白でした。はい、ラッキーパンチ。ループなのか、キナナさんなのか、中段キナナなのか分かりません。取った。天才ですか。サンキュー。何でもありやね。外れから当たったってことは、これモードもあるかもないかも。ここから勝負は、いや、もう一丁リップ。あはは、残念。さあ、男性と975、よく取れました、ありがとうございます、助かります。はい、でまあもう持ってないでしょうが、ラッキーパンチ、ね、まあ中段キナナすかね。あ、持ってた、すいません、やりました。はい、4セット、まあね、あっただけありがたい。そしてトータルで1500枚ちょいぐらい出てますね、今すごい、全然プラスです。まさか裏にね何かあったりしないですよね。はい、ありませんでした。いや、しかしですよ、初当たりの後のだからループストックなのか、キナナ3連なのか、中段キナナなのかね、じゃ可能性が、まあ、3パターンぐらいあって、
ストッカー2個取れてたというと、あ、2個ですね、はい、1個は自力なんで、ストッカーね、2個取れてる、どこだったのかな、あ、リップさん、今、中段キラーなんで1個っていうのが、まあ、手堅いところかなとは思いながら、あとはキナナさんあるかな、ちょっと分かんないですけどね。440ゲーム、ちょっと天国当たってなかったらもうこれ落ちてるだろう。よいしょ、あった、サンキューありました、442、はい、さあモードもなさそうですと。463、天井ですね、ここから行ったらね、天井覚悟で行きます。まあ、ゴッと引いてくれたら、ね、サクッと取り返せるんで、できればあと1万円ぐらいで確定役を。引きます。さあ V か6の、ね、達人いきます、頼むぞ。563ゲーム、ゴッド狙いますから、よいしょよし、はい、さあ投資は追加ありましたけど19本ですね、止まりました。さあここからミラクルを起こしに行きます、お願いします。さあ目標は5個取れば余裕でまくりですね、頼むよ。来ないね、来ない、 OK、 大丈夫だ、来ないよ、はいよ、来ました、よし、完走やりました。さあ保証を取ってくださいよというところです、ありえんぐらいやってください、はい、さあ行くぞ、取ってくれよ、リーチ目ください、鏡ね、もう一丁ゼロ来てるけどちょっと弱いな、あー外れた、じゃあこれ出目301チャンス目なんやねん、はい、銀がね、銀が期待だ、銀が期待、銀が、はいはい、さあ赤7の救済取ってますと、ここ重要です、今モード絶対ある、ほら、そう取ってる、はい、さあ来ましたよ、赤7から3つで、かつ今モードもいいから逆転いける、頼むぞ、諦めないでよかった、さあループストックがあったりするのか、ね、どうでしょうか、まあ、50% ならもう2個取ってるとしても厳しいでしょう、 75% なら、ね、もう1個ぐらいあってもおかしくない、いきましょう、あ、出目は悪くないよ、いや厳しいか、ありました、赤ならサンキュー、 OK、
まあ、救済強い3つ目です。まあ、75% ありえるね。やったか。はい、赤なら駆け抜けただけで4セットね。救済強し、たまくりですね。これでとりあえず、あ、取った、外れ、サンキュー。これで5セット強い。終了。さあ、もう見えてるのはないわけですから、奇跡が起きる。リーチ目狙いでないよな。ゼロとか来い。よし、4つ目、よいしょ。さあ、ラッキーラッキー、赤ならでもう5セット持ってる。すごい、何もしてないですけどね。こういうことですか。救済 75%。 ここは安定の駆け抜け、ね、ダメだ。なんかないの。終了。はい、1626、まあ、296枚でした。はい、終了です。さあ、赤七で5個ですね。すごい、ラッキー。3000ゲームでこんな感じでした。ちょいプラまで戻してます。悪くないですけどね。ちょっとやめます。ちょっと稼働が高くてですね、移動が厳しい状況で、ディスクでちょっと私の目押し力をちょっとご披露したいなと思います。いきますよ。恥を忍んで打ちます。こんなん見ても、ね、誰も得しない。はい、そういうこと。本気出します、本気。すいません、プライベートの打ち方ちょっと気持ち悪いんで、あんまり見せたくないですよね。あ、ほらやべ、燃える。はいはい、ちゃんと狙えば別に狙えるんですよ。50% ね。無理。はい、こんなもんです。60はいてたか。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。いやー、ちょっと暗くなっておりますが、今日も粘り強い戦いをやらせていただきまして、いや、別にやりたいわけじゃないんですけど、粘り強くですね、サクッと出してサクッと帰るでもいいんですけども、今日はまあなかなか
稼働も高くて、でも勝ちにこだわってですね、ちょっと打ってみましたら、ね、いい感じに勝てましたということで、はい、まあ、ちょっと先に言いますが、ね、今日も、相変わらずの展開だと思います、ね。まあ、ドキュメンタリー番組ですんで、まあ、そういうこともありますよね。こんな感じにも、ね、よくなります、はい、いつも通りです。投資が893枚の、回収が1791枚ということで、はい、2機種、ね、立ち回ったというと大げさですけども、はい、3枚で898枚まで伸ばすことができました。パチ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 、はい、まあ、凱旋を、ね、そのまま続けていても、まあ、実際今大きくはまって大きく今プラスに、ね、跳ね上がってはいるんで、それでも良かったのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと、まあ、こういう日もありかな、まあ、ディスクアップで私の目押し力、ね、ご覧いただけたかと思いますが、ね、2回に1回は止められるぞというところをですね、ご覧いただけたかと思いますが、目押し力全然ありませんから、はい、めちゃめちゃ良かったですけど、すみません。まあ、いろいろ打ってね、プラスにできるという感じではありますんで、まあ、週末もそうですし、ね、かなり戦えるお店ではあります。はい、慣れればね、慣れれば勝てます。ということで、はい、またちょっと次回も、粘り強くではなく、ね、もう一撃ね、取り切れずをやりますんで、ちょっとご期待いただければと思います。はい、じゃあなんかいつも締めっぽいですけど、今日は頑張ったと思うんで、はい、スーパー銭湯でも行って帰りたいと思います。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。帰ります。チョイプラ。